じゃあ、木村さん、前回も聞いたんですけども、最後に簡単に今大会の総括をいただきたいんですけれども、まあ、弱小がすごくいいサッカーをし始めて差がなくなったっていう話していただきましたけども、改めて、この決勝まで大会全試合、50試合ご覧になった木村さん、今回のユーロ2024どう映りました？これね、スペインの優勝によって活気づくのは弱小なんじゃないかっていうことですよね。さっきも言ったけども、そのチームの全体のそのスターがいなくても、まあ、総合力、頭の良さで勝つって。で、弱小が強いって言ったけど、弱小がなんで強いかっていうと、カウンターをやんなきゃいけない時にきっちりしたカウンターができてる。一つ。で、タレントがセンターフォワード2枚いて、中心ラインが、まあ、ミトラル、セン、ミトラル、えー、セントラルミッドフィールダーにきっちりした選手がいる弱小は強かったんです。あと、キーパーがいい弱小も強かった。で、そうなるとですよ、結局、カウンターが分かってるっていうだけじゃないんです。カウンターが分かってるだけじゃ弱小は強くなれなくて、ボールを持たされた時、弱小ってボールを持たされるんで、やってみろって。持ってみる。すぐミスが出て、また逆にカウンター食らう。それをやらされた時のボールのつなぎ方は高、リズ、は、レベルが高かったんですよ。弱小なんだけど。それにはタレントいらないじゃないですか。いや、それはセントラルミッドフィールダーには気の利いた選手が必要ですよ。気の利いた選手いましたよ。ロボツカみたいな。ルボツカが気の気が利いてると、まあ、ルボツカの言う通りやってれば、ほぼ前の選手はボール出せるわけですけど、そうやって強化されていくチームっていうのが、スペインが優勝しなかったら、そこまで弱小国は、お手本としなかったと思うけども、スペインが優勝したことによって弱小国は、この方向で、まあ、とりあえずはいいんだと。まあ、最終的にはもともとタレントを輩出して、戦術理解力をもともと高くして、技術のレベルを上げるっていうことに、11人、今、4人ぐらい、弱小っておそらくすると、もしかすると4人ぐらいでサッカーやってて、あとの7人は兵士みたいな感じなんですよね。もしかすると、サッカー強国もそうかもしれない。圧倒的に4人ぐらいが上手くて、で、7人が兵士でやってるのを、まあ、最終的にレベルを上げて11人がみんな上手いっていサッカー的に上手いっていう強化の仕方は弱小も、まあ、さっきも言ったように時間はかかるかもしれないけど、このボールの繋い方を見てると結構やれてる感じがしたんですよ。育成で。弱小国の育成。スペインに対して先制できます、ジョージアが。で、先制するだけじゃないんですよ、ジョージアみたいなチームが。2点目食らいそうになってたんですよ、追加点。確かに。カウンターで、必殺カウンターで、ワンタッチでスパンスパンつながれて、スペインのプレスが空振りして、で、あわや2対0。それはなんでかっていうと、タレントが前にいるからじゃないんですそれは、戦術的理解力が高いからですよ。そうなった時に、パスつなぎ時の。だからいるんですよ、そういう選手が。そういう上手い選手が。ということは、そういう育成ができてるってことですよね。なるほど。それって、トルコとか、ルーマニアとかもそうだったんですよね。で、決勝点、トーナメントに上がったような弱小と言われるようなところっていうのはみんなそうだし、強国を苦しめた弱小はみんなそう。パス回しは非常にうまかった。もちろんカウントは鋭かったんだけど、それ以上にボールを持たされた時のうまさがこんなにうまいと思わなかったことですね。なので、これによって弱小国の底上げはもちろん進んでるってことは分かったんですけど、これから進むでしょうねって。じゃあサッカー強国どうするのって。ことですね。まあ、ドイツ以外のサッカー。がどういうふうに、まあ、オランダとかフランスとかはもうちょっと別、特に、まあ、イングランドもそうです。別のサッカーをしないとちょっと勝てない。スイスは、
非常に論理的なサッカーができていて、多分スペインが前、優勝した時のサッカーってスイスみたいなサッカーだったんだろうなっていう。ボールの詰め方、出し方。まあタレントがいないから、相手ゴール前でショートパスで崩すっていうのは難しいんだけど、まあ一応トライはしてましたと。誰でスペイン並みのタレントがいたら、全くスペインと同じ。スペインと一番、前のね、12年に優勝した、12年とか10年とか8年に優勝した時の黄金時代のスペインに、タレントは全然足りないけど、サッカースタイル的に一番近かったのはスイスから。でもあれでも、あそこまでなんですね。でもあそこまで。あ、めんな、あそこまで行ったらすごいことは確かにすごいんだけど、あそこにもシャカっていう人がいるじゃないですか。セントラルミッドフィルダーが整理するんですよね、チーム。オルデナールって僕ら言いますけど、お前が、ね、よく指導の時も使いますけど、お前がチームを整えるんだ。整える選手がしっかりしてると、まあ、チームは締まる。で、整える選手によって、と一緒にプレーすることによって、チームメンバーとは、どん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 頭が良くなる。ことなんですよ。だから、小川さんも指導されてたからわかると思うけど、セントラルミッドフィルダーに一枚見つけたら、そこに頭のいい子供、うまい子一枚見つけたら、チームのレベルが彼を中心にして、まあ、センターバックでもいいんですけど、育成次第だと、世代だと、ボール出しができるんで、センターバック。ね。センターバックでもいいんだけど、一番うまくなきゃいけないのは、で、頭を良くなきゃいけないのは、セントラルミッドフィルダーと、まあ、育成世代も、7人制サッカーも含めてっていうことなら、センターバックのどっちかのうち一人。二人はいないんで、なかなか頭のいい選手。大体一人。で、それを使って、そいつに全部教えて、そいつを教えると、そいつが、もうキャプテンにも据えて、大体キャプテンに据えるんですけど、そういうやつを。キャプテンにすると、そいつが全部伝達してくれるんですよ。で、グラウンド内で教えてくれるっていうことなんですよね。だからいかにセントラルミッドフィルダーが大事かっていう話を今してるんだけど、頭がいい。で、弱小は頭がいい選手がいましたと。セントラルミッドフィルダーは必ず来た。だから、あれだけうまいボール回し、スペインのボール回しに、まあ、近いことは、どんどんできるようなチームができてきてるんで、もう、スペインだってボールなかなか持たせてらんないんですよね。お前ボール持ったらミスるだろうみたいな。街のカウンターサッカー、スペインだってなかなかできなくて、なるほど。ジョージア相手だって、本気でボール出しさせないように、きっちりマークいかないと、どんどんパス繋がって崩されるんですよ。カウンターはもちろんできるけど、遅攻だってできるんだよ、最近の弱小っていうのは。まあ、それが分かった大会ですし、それで相当甘く打ってた強国だってあるじゃないですか。ね。スロバキアにどこまでやられてんの、イングランドっていう。いや、本当に。本当に。もう、こう見てれば分かる。スイスにどこまでやられてんのって。いや、のレベルは高いな、スイスの方が。それはイングランドは勝ち人だけど、サッカーのレベルはスイスの方が高いじゃん。強国は勝ちますけど、最終的には。でも、サッカーのレベルの高さに注目すると、弱小国のレベルが高くなってるっていうのは大会を通じて言えること。で、まあ、前言ったようなことはもう繰り返しませんけど、レフリーのレベルだ。ジャッジのレベルが非常に高かった。で、一国開催がいいよねっていうのはもちろんその通り。なので、良い、スペインが勝ったことを含めて良い大会があったと。今後のサッカー界の発展につながるような、これでイングランドが勝ったら、どういうふうなこと言われてたかなと思って、やっぱりタレントだっていう。やっぱりすごいなっていう。ビリンガムってすごい選手だなって。すごいなって。すごいな、すごいな、じゃあ、サッカー、
前進しないじゃん。いや、うん。すごいんだけど、エンバペすごいな。エンバペすごいんだけど、エンバペにボールを生かさないようにすればいいじゃん。ということをスペインがやったんで。いかにエンバペを無力化するか。で、いかにエンバペを有効化する、タレントを有効化するか、するようなサッカーが、強国の監督ができなかったら。それは監督の責任で。だから、もしイングランド分かってたらそんなこと言われてた。やっぱりタレントはすごいな。やっぱベリンガムっていい選手だな。そういうことじゃない。サッカー、この大会から、まあ、たとえスペインが負けててもって言うんだけど、まあ、特に勝ったから分かりやすいから言うけど、出す。まあ、多分日本のサッカーのファンの人が出すべき結論っていうのは、こういうサッカーをすれば勝てる。いや、それはすごい遠い道かもしれないけど、ね。それはベリンガムがすごいっていう、エンバペがすごかったっていう感想で終わる、シアレがすごかったっていう感想で終わる大会じゃなかったのは、良かったですよねって。ロドリー、セントラルミッドフィルダーで決勝戦を45分しかプレーできなかった人が MVP で選ばれる大会で良かったよねっていうことなんです、最終的には。これでイングランドが優勝してたら、ベリンガムが MVP ですよ。おそらく。うん。木村さんも過密日程の影響はどうでした？今大会通してこうカレンダーで言うと、まあ、例えば僕はイングランドの決勝見たら、もうケインとベリンガムはもうそもそもなんかこの決勝のに立ってること自体大変なんだろうなっていうふうに見えましたけども、やっぱりその辺は、まあもちろんイングランドのサッカーの内容質的なものも影響してるとは思いますけど、やっぱ過密日程もクラブでずっと稼働してきて、やっぱりそろそろ見直すべきですかね。見直せ、なかなかそれが是正されないですけど。めちゃくちゃ疲れてましたよね。あの二人を。もうベリンガム走れてなかった。特にボランチまで下げられて、ボランチで走らず前の方にね、攻撃隊とどんどん投入したんで、ボランチでまた走らせられてるのかっていう表情に出てた、顔に出てた。で、ケインのさっきの、もうケインはプレス一回行ったら、もうすぐ忘れてましたってさっき僕は言いましたけど、それは疲れも大いに関係してるんですよ。やっぱり。一日違うじゃないですか。もちろん過密日程っていうのはクラブの過密日程とか大会の過密日程あるけど、決勝までに戦う日程が、準決勝から決勝の間がスペインは一日よく休めてるんですよ。これは、こんな不公平を許してはいけないというふうには思いました。だから、試合が重なったら、ね、準決勝に試合が同時開催だったら、いや、僕、同日開催でいいかなと思うんですよね。時間をずらして。同日開催で時間をずらして。それはね、テレビの放映権料が下がりますよ。テレビビジネスできなくなりますよ、これで。同時開催とか、同日開催にしたら。ね、視聴率下がっちゃいますよ。お金儲けもね、できなくなっちゃうんですよ。思ったような。でも、もう見えちゃったでしょ、決勝見たら。イングランドはかわいそうでした。それは。これは、本当に怒ってもいい。本当に怒ってもいいです。だから、あのプレスいけるかいけないかで決まっちゃうじゃん。スペイン戦なんて。それで決まっちゃうんだよ。それはね、マネージメントが悪いとかってありますよ。ケインだけずっと使い続けた監督の責任はある。だから、先発のメンバーを、変えていくっていう手もあった。ケインは特にゴールも決めれなかったんで、なかなか。それは監督のマネージメントが悪いんだけど、それだけじゃない。日程24時間休める休めない。大違いですよ。もう、それは、もうそれを、その見方で、
もう一回大会見直さないうと、ん。有利不利って出てこないと思うけど、もう決勝は明らかに痛いところじゃない。ちょっとかわいそう。うん。わかりました。じゃあ、まあ、このユーロを経て、スペイン代表はどうでしょう？今後、2年後ですか、3年後か、迫ってきているワールドカップに、次は優勝候補の一角に名乗りを上げることができそうですか？まあ、ニコとヤマルが順調、まあ、怪我もせずに大会に出られたらってことですよね。うん。そこは、やっぱり。そしたら、ワールドカップ優勝候補ということになるんじゃないですかね。そうしないと、だから、あの二人、ありきのチーム構成で、今大会走ってるんで。で、あそこは、さっきも言ったけど、ロドリだとスビメンディがいるけど、うん。あそこはフェランになると、戦えないんですよ。なるほど。オルモになってもちょっと違うな。うオん。ルモはトップ下が良かったですね。非常にね。オルモはね。オルモももちろんできますけど、ウィンガーできるけど、1対1だけの選手じゃないんで。そうすると、ニコと、まあ、ヤマルが、まあ、成長して、で、大会を、ワールドカップを、迎えると。順調に。怪我もなく。そしたら、その時は、皆さんでワールドカップ優勝候補、ナンバーワンはスペインだでいいんじゃないですか。本当に。岩 さん、来月にまたじっくりリーガの来シーズンの話しますけど、一言だけ、どうでしょう、これでちょうど今日7月16日にエムバペの入団発表ありました。で、まあ、ヤマル、ニコがこういう爆発的な活躍をしてくれて、まあ、スペイン代表でもロドリ、ファビアンあたりは海外でプレーしてますけども、まあ、スペイン代表、主に、ね、こうラリーガでやってますし。エンバペ来ることによってラリーが盛り上がると思いますけど、来シーズンに向けてのラリーガへの期待、一言だけいただけますか。そうですね。まあ、今回の優勝って、スペインの育成の成功、もう月並みですよね。非常に月並みだけど、さっきの基礎体力のところも含めて育成の成功なんですよ。で、育成の成功ってことは、リーグのクラブレベルの育成がきちんとしてるってことなんですよね。で、ソシエダ勢、ビルバオ勢がいましたよね、結構、この大会。で、陰に、日向に、チームを支えていました。脚光も浴びたり、あるいは裏方だったり。でも、いずれもチームを支えてる。ビルバオ、ソシエダ、育成のチームですよね。で、育成のチームなんで、まあ、タレントはすぐ抜かれちゃうし、タレントを補強するお金ももちろんないわけです。でも、結局どういうことっていうと、まあ、リーガのサッカーのレベルが高いってことなんですね。プレミア、もちろん世界一ですよ。プレミア、すごいサッカーが行われてるんだろうなとは思いますよ。シティ見てると。で、コアすごいんだろうなと思いますよ。こんなドリブラーリーガにはいないなとかね。こんなフィジカルに強いセンターバックリーガーにいないなとかね。そういうことはもちろん思うし、すごいなと思うけども、結局そうじゃないことが分かったっていうことは、やっぱりリーガー見ましょうよということですよね。やっぱりうまいんですよ。サッカーがうまいってリーガー選手。みんな上手いじゃん。誰か外れてたかって言ったら外れてないもん、みんな。要はこう、トーンがあって、こう一つの戦術があって、そっから外れる。いや、めっちゃ外れるね。天才もいないけど、そっか。そのワンオンを崩す天才もいないけど、ワンオンの奏でるリズムとか、奏でる戦術の美しさにおいて、リーガーにかなう選手がいないの。かなう。選手が他の、まあ、リーガにはいないんで、いないけど、いたとしても、多分使われてない。そういう使われ方してない。うん。
でもスペインに戻ってくると、そういう使い方するんで、あ、いつもやってるあれ、あれだから。いつもやってるあれだからで通用すると思いますよ、ほぼ。プレスのかけ方。監督いちいち言えないじゃん。後ろ出せ、前出せ、右出せ、左出せ。それ全部選手がやってんだから。それはすごいことですよね。で、寄せ集めですよ。ファビアンなんてフランスでやってんだよ。ロドリーなんてプレミアでやってんだよ。そりゃすごいけど、タレントがね、いないリーガー、それはそうだよ。ファビアンもいないし、ロドリーもいない。まあ、ラポルト、なんなればラポルトもいないですね。ククレジャーもいない。ね。リーガーなのにレベル低いじゃん。そんなことじゃないんだよ。戻ってきたらあんなことができてる。ですよね。で、どこで学んだのね。プレミアで学んだこと、まあ、それはね、グアルドから言えば、それ同じことで、まあ、学んでるかもしれないけど、まあ、ファビアーノはちょっとレベルの違うね、プレーしてたんで、もうパリから。でも、それはルイス・エンリケが教えたのかって、まあ、教えたのかなと思いますよ、それ。だから、スペインの指導者が言ってるんで、プレミアのね、戦術的とか、サッカー理解力のレベルは低いとは言えないんですけど、それなんでかというと、スペイン人の選手、監督もが言ってるんで、スペイン人の監督が教えてれば、それは上手くなるでしょ、サッカーだってっていう。でも、高いんですよ、レベルが。それはニコや、ヤマルみたいな天才はなかなか出てこないけど、ロドリぐらいの選手は出てくるぞ。ファビアンぐらいだったら出てくるよ。オルモぐらいだったら出てくるよ。オルモポジションに遜色ないよ。おそらくあそこ誰入っても、バイエルナが入っても遜色ないんじゃないかっていう。ね。ぐらいですね。レベルが高いんです。その名前は知らないかもしれないけど、海外リーグのスター選手が、をね、どうしても注目してる。日本のファンは多いと思うし、それはそれで正しいんですけども、名前が知らない選手のレベルは非常に高いんだ。で、名前の知らない選手は、どこでプレイしてるかっていうと、リーガでプレイしてる。で、しかもスペイン人なんだ。外国人選手だ。そこですね。わかりました。今月7月は2度目、スペインが優勝してくれましたので、木村博次さんに再び出ていただきました。木村さん、今回も長く熱く語っていただきありがとうございます。楽しかったです。そして、良かったですね。スペイン優勝、改めてありがとうございました。はい、そうです。すっかり暗くなっちゃいましたけど、もう夜であるっていうことがわかる、スペインの夜であるっていうことがわかる収録で。どうもいろいろ本当に楽しい大会で2回も出させていただいて、本当に楽しかったです。楽しいし嬉しいし、よかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。